酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、なんと、キリンの一番搾りから黒生というね、黒ビールが出ました。じゃあ、キリンの一番搾りスタウトは一体どこへ行ったのかというね、謎ですね。これにリニューアルしたんですかね。謎です。キリン一番搾りの黒生。アルコール度数 5%。生ビール、麦芽 100% です。原材料が麦芽とホップですね。どうなったんだろう。ちょっとググってみるか。多分これまたまずくなってんで、スタウト消えるんじゃない？ほんとスタウト売ってる店全然ないもんね。一番搾りスタウト。また俺のさ、好きなさ、ビールがさ、なくなるんじゃない？そして今回、は、つまみこれ、ソーセージじゃない、ウインナー。森の香りってやつね。うん。あ、うま。うん。うまいうま。うん。あ、うん。じゃあいただきます。乾杯。うん。キリン一番搾り黒生を新発売。うん。一番搾りブランドから黒ビール一番搾りスタウトの後続商品となる、キリン一番搾り黒生を10月10日から全国で発売します。ということは？ということは？スタウトなくなったんじゃない？もしかして。あ、なくなったわ。あー、なくなった。りましたね。味としては、札幌の黒ラベルの黒よかは、まし、美味しいですね。うん。ただ、以前あったスタウトの方が、風味苦味というコクが弱くなってます。うん。やっぱり、多分スタウトは、あれだったんでしょうね。金がかかりすぎたんだ。うますぎて。ああ、またなくなったよ。美味しい。好きなビールが。次々になくなりますね。俺が好きなビールって言うと、大体なくなるよな。本当になんか、俺のさ、好みからさ、真逆にさ、絶対さ、なんかさ、俺のさ、動画見てるだろうって、このキリンのやつら。スタウトがうめえって俺が言ったらさ、あー、じゃあ聞けそう、みたいな。ふざけんなよ、マジで。なんでもかんでもうまいやつ消しやがって。程よく苦味もあるし、札幌の、黒よか、明らかにこっちの方が美味しいですね。うん。あ、スタウトが消えたのは非常に残念ですが、あ、これはこれであんまり、まずいっていうほどではないですね。うん。スタウト美味しかったのに。ていうか、あれは、スタウトっていうビールだったからね。スタウトっていう、あれだったんですよ。いわゆる、ビールの、ジャンルとして、スタウトっていう、そのジャンルになったんですよね。確かリニューアルしてから、うまくなったんだよな。
一番絞りスタウトうまかったんだけどな。うん、でもこれは、多分現行では一番うまいんじゃないか。うん。スタウトがなくなってしまったのは、まあ非常に、あれですけど。全然いける味ですね、これは。結局、スタウトっていう名前を外したのは、あ、間違いなく、スタウトで売ってたら、原料とかの問題で、お金がかかりすぎるからでしょうね。間違いなく、ね。だったら最初からやんなよって。目に見えてるよね。うん。目に見えてるから。うん。そう。一番搾りスタウトっていうのは上面発酵なんで、美味しいんですよ。うん。仮面発酵から上面発酵酵母に変更するって言われて発売、リニューアルしたんですけど、上面発酵っていうのは本当にスタウト、本来の、ね、ビールの。ジャンルとしてはね。本当に。まあ、だからこだわりすぎたんだろうね。こだわりすぎてし、売れば売るほど多分赤字になって。うん。で、しかも、取扱店舗もやけに少なかったってことは、何だったんでしょうね、あれは。うん。取扱店舗も異常に少なかったよな。ほんと、酒屋でしか絶対見かけなかったもんね。うん。スーパーでは、売ってなかったもんね。うん、まあ、美味しいでしょ、十分。うん。十分美味しい部類ですよ、この一番搾り、黒生は。うん。朝日の、黒、朝日の、なんだっけ。黒のやつあったでしょ。スーパードライのドライブラックか。あれもまずいし、てか薄い。で、最近発売された札幌の黒の、黒ラベルの黒も、あれも薄い。うん、一番苦味が、苦味とコクがこれありますね。うん、これ飲み比べれば一目瞭然でしょう。これが、飲んだ感じでもう、だいたい記憶に残ってる感じだと。もう結構味違いますからね。うん。まあ、多分一番まずいのはおそらく、朝日のドライブラックでしょう。あれは、なんだろう、バーベキューとかに合うんじゃない？薄さは。うん。苦味も少ないし、この香ばしさっていうか、ロースト感も少ないんで、まあダメでしょうな。まあ、うまい具合に、あれじゃないですか。苦味もあって、コクもあって。まあ、昔のスタウトの方が美味しかったですけど、コクがあったんで。
ただ、何でもかんでも、売り逃げみたいな感じでやめてほしいですね。うん。なんか、一番絞りスタート、結局多分、100万ケースぐらい、出荷して、出荷し終わったら、はい、終わり、みたいな。いわゆる、長期間限定、みたいな。長期の期間限定、みたいな。感じ。ほとんどそれに近いですよね。うん。本当にさ。じゃあ最初から海だって話。最初から海だって話よ、マジで。キリンビールの、ねえ、社長もアホだよな。だって、見るからにうまかったもん。分かってた、俺は。こんなうまいの出して、いいのって。会社傾くよって。そのまま通年販売したら傾くよって。うん。多分昔の、俺のスタウト飲んでる動画に、それ言ってるんじゃないかな。本当に俺だったらさ、そんなことしねえよ。うん。売れるレベルの商品を、これを最初から発売してる。これを。うん。うん。だからさ、こういうのを発売しちゃうと、結局完全に、介護感なんだよね。スタート、一番絞りスタートの方が上位互換で、完全に介護感なんですよ。劣化版なんですよね。で、劣化版を飲むとどうしても、あ、まずくなったわっていう印象しか残んないんですよ。だから、俺が経営者だったらそんなことしないんですよ。バカだから。キリンの、社長多分バカですね。確実に。うん。前々からビール、スタウト、黒ビール好きな人間って、絶対飲んでるんで。で、あ、今度は新しいの出たな、つって飲むんでしょ。あ、これまずくなってるわって。で、もう二度と買わねえわってなったら、もう終わりですからね。キリンもバカだけど、まあ、エビスもバカだよな。エビスの札幌ビールも。エビス劣化させて、もう俺だって買わなくなったもん。俺、もう買わなくなったからね。事実。事実、もうエビス俺買ってねえもん、あれ。昔はエビス好きだったから、うまいエビス買ってたけど。もう変わっちゃうから買ってないわね。うん。んで当然、印象も悪くなるでしょ。コンスタントに出せるっていう、だって売ったら売ったでさ、発売したら発売したでさ、スタウトなんて全然店に見なかったじゃん。スーパーに。全然見なかったでしょ。どんだけ販売量少ねえんだよって、どんだけ絞ってんだよって話。絞ってるってイコール、結局、売れないかもしくは、売れば売るほど赤字になってるからっていうことでしょ。じゃあ最初から販売すんなよ、マヌケって。うん。本当にムカつくよね。だから、朝日のスーパードライとかも見習えって話。最近だってさ、キリンのさ、一番搾りリニューアルしたでしょ？ね。まあ、あれは良かったからいいけど、あれがもし悪かった場合、まずくなってた場合を考えろって。
アサヒスーパードライ見習えって。あれ、あいつ全然味変えてねえんだから。何年味変えてないでしょ、そのままやってんのと思って。リニューアルもしてねえよ、あれ。見習えよ、キリンは。バカが。だからアサヒに一生越せねえんだよ。アサヒのスーパードライに負けんの。本当に経営者って本当に間抜けばっかり。俺が社長だったらこんなことしないのに。バカだよね。実に腹が立つ。バカばかりで。まあ俺はお金がないんで、ね、会社設立できませんが、金あったら設立してるね。ビール会社。もしくは酒会社ね。そんな間抜けなことしません。まあ、コクはそこそこあるでしょ。甘みはまあ、ないですね。実にバカだよね。ほんとに。香りもまあ、まあまあ。うん、これ美味しいでしょ。まあ、スタウトの方が美味しかったんだけどね。スタートだったら5つ星だったんだが。スタートは俺多分5つ星つけてるんで。まあ、過去動画見てみてください。ということでね、4244です。ご視聴ありがとうございました。